神高丸は東京海洋大学海洋科学部が保有する海洋調査船、練習船。本項目では2016年に就航した4代目を取り扱う。神高丸の大船として三菱重工業下関造船所で建造され、2015年11月25日に浸水。浸水式では竹内敏郎学長による命名。 学生代表による質な切断が行われた。その後、2016年3月31日に春行、4月5日に春行披露式が晴海ふ頭で挙行された。東京海洋大学及び共同利用する他大学、他機関の学生、研究者が水産、海洋資源、海洋生物及び船舶の運航に関する教育、研究を行う目的で建造された。 日本周辺海域、太平洋赤道海域までを主な行動海域として、乗船漁業実習、研究調査、海岸資格取得のための教育などを行う。振動、騒音の軽減、水中放射殺音の低減のため、推進システムには電気推進が採用された。主発電機3機により発電、推進電動機2機で、クラッチ付け減速機を介して、 可変ピッチプロペラに軸を駆動する。推進用電源と船内用電源は共通化されており、統合電気推進となっている。調査、実習のため、自動繊維保持装置を装備する。タンクなどの設備は、災害時に、清水、電気、燃料を外部に供給できるよう、容量に余裕を持たせた設計となっている。漁業実習よび海洋観測実習のため、漁労設備、 各種観測設備を搭載する。本船では2017年4月に新設予定の海洋資源環境学部が行う海底資源探査実習のための装備が追加された。漁労設備は前船に引き続きトロール網、ハエナ自動イカ釣り機などを搭載、本船から新たに流し網の設備が追加された。各種観測設備の運用のため、船尾産業看板に CTDO ウィンチ、多目的アーマードウィンチ、一般観測ウィンチ、選手甲板上に BT ウィンチを装備する。観測の安全性、信頼性の向上のため、一般観測ウィンチ以外は、トラクション機能を備えている。戦備には2段階機動式の A フレームクレーンを装備する。ローフ、AUV の運用にも対応、すべての甲板に、 下半式コンテナを5台まで搭載可能である。船内には研究室として、ウェットラボ、ドライラボが配置されている。全船と比較して、ラボ面積が拡大されたが、収納スペースが減少したため、公開ごとに必要な機器を搭載する必要が生じている。居住区は、学生居室の定員が6名から4名に変更され、 水面上となる甲板に移動したことで戦争が設けられた。一方で調査員居室は同様の少ない船体下部へ配置された。また乗組員居室は全て個室となった。本船では船内に無線欄が装備されている。ありがとうございます。